今回は、ゼルニー30番練習曲集を最速で学ぶ方法というテーマでお話しします。ゼルニー先生は膨大な練習曲を作りましたが、中でもこの30番練習曲集が有名です。どうしても退屈になりがちなこの練習曲集をいかに効率よく吸収していくか、一緒に学んでいきましょう。まずはメモの準備と、 チャンネル登録をよろしくお願いします。それではレッスンに入ります。よろしくお願いします。ゼルニー30番練習曲集は、ゼルニー先生の晩年の作品だけあって、ピアノ演奏の基礎技術を習得するための強い見方となります。波長長中心、メロディーが単純といった側面はネガティブに捉えられがちですが、 あえて単純化することで無駄を省いて課題に集中できるようにしています。また各曲の構造は非常にうまく整えられ、ささやかながら詩的な要素も盛り込んであり、技術的にも音楽的にも学ぶことがとても多い曲集です。セルニー30番練習曲集を最速で学ぶには、 作品一つ一つに固執せず30曲全体からじわじわと栄養を吸収することがポイントです各曲の合格ラインは30点で十分感覚的にはまあ弾けてきたな程度でしょう30点より上の点を取ろうとするのなら先に進みとりあえず素早く全体的に幅広く学ぶようにしましょうその代わり 一周したら勉強を終わりにせず、最低でも三周するようにしましょう。二周目には一周目の三十点にさらに三十点を積み上げていきます。そうすると三周目には三十点を三回積み上げることになるので、九十点取れていることになります。ここまで取れれば卒業と言っていいでしょう。セルに三十番練習曲集に取り組むときはとにかく全体的な レベル上げが大切です。端から端までやったから終わりではなく、卒業できるまで戦略的に何回かかけてやるようにしましょう。もちろん、週を重ねるごとに吸収するスピードは増していきますので、週を重ねることはそれほど負担にはなりません。かえって新しい同じようなレベルの曲をやる方が、時間的にも労力的にもロスが多いです。 一見遠回りに見えますが、チェルニー30番練習曲集を最速で終わらせる方法は、素早く、幅広く全曲を最低3周することです。ピアノスペースの YouTube チャンネルやウェブサイトでも、チェルニー30番練習曲集の練習方法のレッスンを載せております。そちらもぜひチェックしてみてください。今回のレッスンはここまで。 この動画が役に立ったと思う方はグッドボタンを押してくださると励みになります。またピアノの練習や演奏に役立つ動画をアップしていきます。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録してチェックしてみてください。またコメントで色々な質問をいただいております。その都度回答していきますので何かあればお気軽にコメントください。それでは楽しいピアノライフを